砂ザメさん殺したんですか？なんで？え、砂ザメさん殺したんですか？やっぱなんで？アベレージ弁当から砂ザメさん出てくるの見ました。じゃあみんなインポスター引いた手でどういうことですか？あー、インポスター来た。うわー、インポスター殺しまくろ。あー、殺すぞ殺すぞ。下来ていただいて。あー、広い。ちょ、わ、おとはしめ1567890。うえ、ホイ卒、ホイ卒だけど洋卒に負けず数字数えられちゃうんだな。これ昼寝だけじゃねえんだよな、学ぶのは。青紫白、青紫白、そこ立ち起きないね。おばしめしまくってるね。ふぅ、ん？おぉ、死んでる。あ、アベレージさんが死んでる。死にます。え、砂ザメさん殺したんですか？なんで？え、砂ザメさん殺したんですか？やっぱなんで？アベレージ、弁当から砂ザメさん出てくるの見ました。どこの弁当ですか？ナビゲーションと O2 の間の弁当ですね。あ、多分ですね。はい、出てないのって。あ、別人さんお願いします。あ、お願いします。ごめんなさい。あ、竹雄ですね。あ、竹雄さん、僕じゃないです、僕じゃないです。ストレージで砂ザメさん通っていくの見たんで、アドミンのベントから出て抜けてったんだと思います。あとは、そのレプチンさんがナビゲーションで一緒に作業してたんで、うん、まあ、そういう意味では僕がそのベントが 出入りとかじゃなくて普通に目撃したって感じですね。あ、確かにアベレージさんいましたね。ナビゲーションで作業してましたね。で、その後、カフェンテリアのボタンを押しに行ってるの見えましたね。あれ、ワンキオさんマジで違うんで。出ちゃったの？どうなの、砂鍋さん。で言うと、ナビゲーションで普通にナビゲーションから出てったアベレージさんが突然私に黒塗りをしてるというふうに見えちゃう。え、砂鍋さん初手どう行ったんですか？初手アドミンです。で、アドミンでシールドまで行って、そっから、うん、ストレージに戻ってったっていう感じ。アドミンで誰か会いました？アドミンでもう一人いたっけな、ごめんなさい。竹雄さんじゃないですか、それが。竹雄さんは多分いないですか。でも黄色なベリさんがいきなし何もない砂ザメさんを黒塗りするメリットがないから、普通に考えるなら、うん、実は私釣れるじゃないですか、それでっていう。最悪僕ローラーでもいいですよ、そしたら。そうですね、ナビゲーションでアベレージさんが白なんだけど、はい、適当にベント震えたって言ってシールドあたりにいた私に黒をなすりつけてるで、全然いうメリットはあるかなと思う。まあ、アゲンです。竹雄さんの目撃情報が全く出ないんですが、そこで砂部さん殺したっていうのは大体合ってるってことでいいんですね。で、私がシールド行ったのはアドミンで、1孤立してたからです。はい、いやー、私釣られるか、ごめんなさい。見ましたもん、僕。まあでも量のマナコで見ましたもん。でも私の釣れたメリットがあるんで。行、お会いしましょう。あらあら、はい、はい、あ、どうも。あ、ゲンです。脇尾さんの目撃情報を洗ったのは、砂亀さんが黒、弁当を見たという情報で黒っていうのは分かるんですけど、脇尾さんを殺したかどうかの確定情報がまだないかなと。もう一郎が殺してる可能性も一応あるかなと思って。うん、じゃあ、脇尾さんのを見た方。カメラレンズ。ウェポン O2、ナビゲーションにはいなかったです。僕、そこら辺しか通ってないんで、そこら辺に死体はなかったですね。僕も同じ感じの動きだったんで、うん、そうですね、見てないですね。じゃあ、アドミン方向で間違いないですね、初手。僕左行って一人だったんで、竹雄さんはいなかったですね、そっち方向には。うん、左行って一人。ちなみにアドミンって入った方っていますか？そうなると。入ってないですね。あ、じゃあ普通にアドミンでいいんじゃないですかね。それで殺して、うん、ベント移動して、でちょうど見つけたっていうのが、まあ、ね、その推理としてはいいのかなと思うんですけど。でもあと一郎か。まあでもなんか怪しかったらアベレージさんつってもいいですけどね、砂ザメさんが白だったことも考えて。いや、もうあまりアベレージさんがね、リポート鳴らす意味あんまないと思うんで。
まあ俺もないと思うんですよ。可能性的に低いと思うんですけど、砂ざめさんが言ってたみたいにね。うん、あ、ちなみに現時点、竹雄さんは今回白です。ので、はい、竹雄さんと阿部さんの2人がかりで、あの砂ざめさんを釣りに行ったムーブやったと思うんですよね、初日。ここ2人二郎じゃない限りは、多分大丈夫かなって感じします。まあそれで言ったら僕もそのザメさん追放するのに加担ってわけじゃないですけど、アベレジさん見てたっていう証言したんで、うん、俺とアベレジさんが黒の可能性もありますけどね。そうですね、まあ3人以上から、はい、互いの目がかかったので、まあほぼほぼ大丈夫かなって感じで、うん、ああまたそれは、はい、なるほど、なんか盤石って感じですね、大丈夫かな。これでアベレジさんインポスターだったらそこは、いやでもさっきのさっきのこともあるんで、一応念頭に置いてた方がいいかなって思いますけど、ね、一応頭の片隅でも、はい、アベレジさんじゃないんですよね。アベレジさんもちろんです、もちろんですよ。僕がインポスターなわけないじゃないですか。ってみんな言いますよ、怪しい。やってくださいね、本当に。ミュートにしますからね、僕。防衛演技。停電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 。面白いなセンター教授さんは。ジョーズの BGM とまさか停電をかけた、そんなそういう風なトークができるとは、さすがのセンター教授さんだ。今日ね9万人いったんですよ皆さん。イエーイ。チームありがたいね。チームありがたい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 。めっちゃ停電するじゃん。死んでるし、はい、これアベレージさん死んだんで、これ砂ザメさんの黒は確定したんじゃないかなと思います。そうですね、これ見つけたんですか。はい、今あのストレージで死んでたんですけど、ステージで今死んだ瞬間なんですけど、ごめんなさい、殺した人は分かんなかったです。あーでも多分分かりそうですね、大丈夫か。停電、多分今ストレージ内に今多分いたと思います。殺して停電中にアベレージさん今殺してエレクトリカル向かってたんだと思います。ブシュッてなったんで、ブシュッてなったんで、あ、じゃあ、はい、ゲンさんとセンターさん絶対違いますね。まさかさんも違いますね。うん、ここ白でいいと思います。あの左のセキュリティで僕ずっと見てたんで、だってゲンさんとセンターさんは、ま、さんそう、この3人は絶対違うと思います。左端にいました。はい、竹雄も違います。ロアエンジンでセンターさんと一緒だったの最後。じゃあ、あれ、エレクトリカル、ヨミさん、ヨミさんか俺のセルフですよね。まあセルフでやる意味ないですけど。オンゾイチさんはどこに？僕はアドミンいて、今アドミン、ね、アドミンにギリで入ってくる人な気がするんですよね、その話を聞いてると。俺だ、オンゾイチさんアドミンに行ってたの見た。そうですよね、アドミン、え、最後誰だろう、何色か、ちょっといいですか、竹雄なんですけど、はい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 、え、ヨミさんって最終位置どこなんですか？エレクトリカルの中です、完全に中です。センターさん見ました？エレクトリカルは見てないです。その、中を見てないです、はい。タスクは終わってましたよね、多分ユミさんは。エレクトリカルですか？はい。あ、いや、あと1個あったんで。で、その時ちょっと停電があったから。って感じです。多分ですけど、2回ぐらいユミさん、エレクトリカル入ってるんで、終わってるんじゃないかなと思うんですが。なるほど。やっちゃったの？最後。え、やってない、本当にやってない。マシャガイさんでもカメラ見てたんですよね。見てました。あ、ちょっと時間がないんだけど、それで通った人 見えなかったのかな。じゃあオンゾウさんかヨミさんか俺じゃないですか。停電になったタイミングだけ。え、なんでどうしてごめんなさい。終わる気がします。ふわーん、ファン、ファン、ファン、ナイスナイス、申し訳ない、申し訳ない、申し訳ないです。ここで黄色のアベレイさんやっちゃうところはヨミさんっぽいな。
竹雄さん狙ってたんやけど殺意の波動でバレてさ、やっぱりあのキル人キルする人選べないんですよね。選べないんですね。あのちょうどいい位置で読みさんが多分その証拠残んないようにキルできる人を探したんですけど、それがもう黄色しかいなかったんですよね、あの時点で。そう、竹雄さんに押されるって思って黄色殺した。いやだから実際にそのレプチンさんに発見されなかったら結構いい感じに停電に紛れてたんで、うんうんうん、あよかったタイミング。もうちょい発見が遅れれば多分ヨミさんアリバイができてた感じになれたかなっていう、ナイスキルでした。まあそのたまたま殺しやすい人が黄色だったっていうちょっと不運はあの私がちょっとやらかしちゃったっていうのがちょっとありまして申し訳ない。全然大丈夫です。初手切りの別に砂亀さんも変な行動だったわけじゃないんですよね。たまたまクルー側の位置がベストだったというだけで、ナビゲーションが私目線だと視界に入らないぐらいの距離感だったんですよ、アベレージと砂亀が、うん、はいはいはい、あだからこれ多分視界に入ってねえなと思ったら入ってたっていうので、うん、ちょっと油断したっていう感じですね。なるほど。もしかしたら思ったよりも近かったのかな。アベレージさんの画面だと結構近かったんですか。出てくる瞬間がギリギリ端でそのまま追いついて、あ、砂染さんだって感じですね。なんでもうなんだろう、1秒とか早かったら分かんなかったですね。このインポスター目線で視界の端だったんで、あ、これ見えてねえなっていう風に思ったんですけど、多分同期ずれて私の画面と多分アベレージさんの画面がややもしかしたらなんかそうかもしれないですね。あとは完全に私がそのカフェテリアに出ようと思ってあの矢印を間違えちゃったっていうのが